もう個別株投資に疲れたそこのあなた。時間がないそこのあなた。そろそろ守りの投資も意識していきたいそこのあなた。ロボアドバイザーいかがでしょうかこのチャンネルでは僕自身が実際に投資している王道3つのロボアドバイザーを紹介していくんですけども、ウェルスナビはシンプルで王道。テオは幅広く多彩。そして SBI ラップは変化自在の適応型っていう感じの特徴があります。ただ、 この動画をご覧になっていただく前に先に一言だけ3サービスとも僕実際に利用しておりますがその中でまだ登場して間もないですけども SBI ラップが一番僕は魅力に感じておりますそういったですね多少なり主観が入った上でこの動画を作っておりますんでその点だけご留意の上でご覧になっていただければと思いますそれではこれらのローブアドバイザー今どんな感じなのか紹介していきたいと思います 3つのロボバドバイザー、基本的にはですね、初期費用がこんな感じになっておりまして、SBI ラップだけ1万円からスタートすることができます。ただ、ベルスナビなどもですね、ベルスナビ4なんとかなんていう、どっかの銀行と提携してるとか、そういう場合だと初期費用1万円からも可能です。積み立て金額はどれも1万円から1000円単位で積み立てることができますんで、積み立てにさなんとかいけるようになった、次のステップはっていう人にも結構おすすめのサービスです。 そして気になる手数料ロボアドバイザーって基本的には手数料が高いというイメージ持ってる人多いと思います。ウェルスナビは運用額の1.1%。テオは若干幅があるんですけどマックス1.1%。そして最近登場した SBI ラップはこれらを下回る0.66%という結果です。ただ、これら以外にもその他、若干ですけどコストかかってきまして、それがそれぞれこんな感じになってます。ウェルスナビ。 0.08から0.13。テオは、ここ、不明でした。SBI ラップについては0.295%ぐらいと言われております。この、その他、何に対するコストかと言いますと、これら3つのロボアドバイザー、それぞれ直接もしくは間接的に ETF を持っております。そのため、ETF にかかる経費率がこの、その他になってきまして、年間少しずつだけで引かれていきますが、 実際ですね、毎日の運用額の中から引かれていくんで、実質的にはほぼわからない、気にする必要がないものになります。テオについては実際問い合わせてみたんですけども、ちょっと自分で計算する以外方法がないというような回答をもらっております。ただ、この手数料についてはですね、それぞれの会社、割引サービスみたいなものもありまして、エルスナミについては運用期間と運用額によって若干ですけど下がります。そしてテオについても積み立て金額によって、 かなり下がることが知られております。SBI ラップは現状ですね、特にありませんでして、多分 SBI のですね、V シリーズなどの方式とかも見てても、最初からもう限界ギリギリまで攻めていくっていうスタイルだと思います。ポイントサービスもあります。エルスナビ、まあこんな感じでですね、東急とか、小田急なんていう電車関係とか、アナジャル、交通機関系のポイントが溜まったりもします。テオについても D ポイントとか前で溜まります。 SBI ラップについても D ポイント、T ポイント、そしてポンタポイントが貯まると、こんな特徴がある3つになります。まずここまで基本的な概要をまとめますと、初期費用については SBI ラップが最安になります。他のサービスについても提携している銀行などで全然変わってきます。そしてウェルスナビについては実はニーサ対応しております。これは積み立てニーサではなくて一般ニーサになります。詳しくはお任せニーサっていう形で調べてみてください。 トータルコストについては SBI ラップが最安。そして講座解説。どれもですね、まあまあ簡単なんです。ただ、SBI 証券持ってる人だったら SBI ラップが一番簡単。動的な速さだと思います。それでは、こういった基本情報をもとに、投資成績について見ていきましょう。実は過去にも、ウェルスナビとテオのですね、ロバード9ヶ月間徹底比較みたいな感じの動画出しております。 ちょっと古いデータですけど、よろしければ概要欄からでもチェックしてみてください。今回はシミュレーション、将来に対する予想、そして二つ目のバックテスト、過去の結果、そして最後に実際の運用成績の三つを紹介したいと思います。まずはシミュミレーション。各ロボアドはホームページで資産運用のシミュミレーションを公開しております。このシミュミレーション、どういうアルゴリズムとか算出で出しているのかちょっと僕もわからないんですけども、 ウェルスナビについては、運用期間30年間で50%の確率で資産が2183万円まで増えると。元本1180万円に対して、まあ、倍弱というような結果を出しております。一方で、テオ。こちらもですね、運用期間30年、毎月3万円積み立てした場合ですと50、50%の確率で2863万円になるということで、 テオの方がですね、結構強気の結果になっております。ただ注意していただきたいのは、当然リスクとリターンは表裏一体。テオのシミュレーションでは、この元本グレーの線のちょっと下に青色が見えてるんで、シミュレーションの中でも若干元本割れの可能性も出てきてるんじゃないかなと思います。ベルスナビはこの点ですね、元本よりも若干ですけど上の結果になってるんで、まあ上回ってくるだろうというところです。そして SBI ラップ。 これについては50%の確率で7684万円とめちゃくちゃ増えるようなシミュレーション結果になっております。加減がどこなのかちょっとわからなかったんですけども、90%の確率でも大幅に増えてるんで、SBI ラップはかなり増えるという予想のシミュレーションのようです。これら3つの情報をまとめますと、こんな感じになります。表記されてなかったところもあるんですけども、50%の確率見てみますと、 こんな感じで SBI ラップが最も高い結果になってました。ベルスナビとテオでもテオの方がいい結果にはなってたんですけども、そのボラティリティ、リスクの幅っていうのはベルスナビの方がどうやら低そうです。皆さんが目指したいリターンとか、どれぐらいまで耐えることができるかっていうリスク許容度、そこら辺踏まえてですね、どのローアードバイザー使えばいいかってちょっと参考に考えていただければと思います。続いてはバックテスト。 過去の結果に照らし合わせたものです。ウェルスナビについては、過去30年間のシミュレーションでもこんな結果になっています。ドットコムバブル、リーマンショック、チャイナショック、そしてコロナショック。これらを経て大きく成長してきたウェルスナビ。まあ、実際の運用期間はですね、もっとここから最近なんですけども、1992年から2022年までの30年間で約3.3倍に膨らむという結果でした。そして SBI ラップ。 こちらはですね、過去10年間のバックテストなんですけれども、10年間で、この一般的なロゴアドバイザー、これが多分ですね、僕の予想だと、ウェルスナビを指してるんだと思うんですけども、それに比べて大幅に高いリターンを出すというようなバックテストが公開されております。特にこのコロナショック後のここの回復期で大きく差がついているようなですね、バックテストになっておりました。とはいえ、これらはあくまでも結果論だったり、ちょっとシミュレーションっていうところなんで、なんかね、 あの、ちょっといいとこ取ってきてんじゃない感ありますよね。ということで最後に実際の運用成績見てみましょう。ここについてはこんな感じで各社ホームページに公開しております。まずはバックテストではなく実際ウェルスナビサービス開始からの結果になります。毎月3万円積み立てていきますと元本328万円に対して評価額513万円。約1.5倍に膨らむという結果でした。6年ぐらいで1.5倍。ウェルスナビは リスク許容度後、最も攻めているもので、これぐらいのリターンになります。リスク許容度が最も低い、振れ幅の小さいものにしていくと13、139%というリターンになりますが、チャート見てみても、本当に振れ幅は小さく安定的になります。ウェルスナビの魅力は、こういったリスク許容度に合わせて、かなりですね、戦略変えることができるのも一つの魅力になります。実際僕はですね、ウェルスナビ、一回ここでやめちゃってるんですけども、実はまた始め直した結果がこちらになります。 こんな風に積み立てていってるんですけども、実はこれ、現在、円ベースだとプラスの5.14%。まあ、ちょっと増えてるかなってとこなんですが、ドルベースですとマイナスの12%という古典版な結果になっております。ここ半年の下落で結構やられてるっていう感じです。ベルスタミについても毎月1万円ぐらいなんで、自分の資産全体に占めるダメージってのは非常に軽微です。一方で、手を。 テオはホームページに過去の長期的な結果っていうのが公開されてませんでした。僕の探し方がちょっと足りなかったのかもしれないんで、もしご存知の方いらっしゃったらコメントで教えてください。テオについても、ウェルスナビとほぼ同時期に始めました。毎月1万円、ウェルスナビと同じように積み立ててるんですが、円ベースだと同じようにプラスの5.67%、ほぼ一緒な結果になっております。一方で、やっぱりドルベースだとマイナスの11%ということで、 ま、若干ですけど今、ベルスナービーよりもテオの方が優秀な結果にはなってますが、どちらもほぼほぼ同じような結果になります。そして最後、SBI ラップ。これ始めたのが本当に最近で、6月の10日にスタートしました。最初3万円からスタートの毎月1万円積み立てしてるんですが、現時点では、 マイナスの4.73%ということで、ちょっとだけマイナスになってますが、まあこれはですね、あまりにも短すぎるんで、本当に参考程度に見といてください。そして、SBI ラップはですね、毎月マンスリーレポートを出しております。ここでサービス開始からの累計の成績が公開されております。SBI ラップと一般的なローワード、多分 W 社だと思うんですけれども、ちょっと6月に入ってからですね、一般的なローワードに話されてるっていう感じになっております。実は、 この4月7日から言えばトピックス一括で買ってる方が優秀という意外な結果でした。こんな風に各社ですね、過去の結果もありますんで、どういった成績を求めているのか、そこによってですね、どのサービス利用するか検討していただければと思います。成績についてのまとめで言いますと、シミュレーションやバックテストだけで言うと SBI ラップの圧勝です。そして、サービス開始からの成績としてはウェルスタビ。 結構優秀な結果出てるんじゃないかなと僕自身見て思いました。テオについてはちょっと情報が不足しているところもありますが、SBI ラップとウェルスナビについては現時点では若干ウェルスナビが優勢のようです。ここは2ヶ月程度の差なんですけども、SBI ラップは暴落予測が結構売りになってきたりするんで、相場が大きく動くコロナショックとか、そういうタイミングでですね、本当の強さを発揮するんじゃないかなと予想しております。そして、 僕個人的に最も重視すべきだと思っているのがこのサービスとサポート。実際投資を始めた後、こういうところがですね、地味に長期投資を続けていく上では重要だと思っています。主にですね、レポートの充実、毎月しっかりと報告してくれるのか、最新の情報とかをセミナーとか講演会で出しているのか、まあ、そういうところはですね、チェックしたいポイントになってきます。ただ必要になってくるのは適切な質と量です。 あんまりにもマニアックすぎてもちょっと気く気なくなりますし、量も膨大すぎてもいけません。僕たちみたいな雰囲気投資家にピンポイントでわかりやすく教えてくれるようなものがいいですよね。まずはウェルスナビです。ちょっとね、これ調べてみて残念だったんですけども、運用状況のハイライトっていうのは年4回しか更新されません。運用報告書こんな感じで出てるんですけども、エクセル形式になってるんで、ちょっとダウンロードしてみてもね、 うーん、これちょっと分かりにくいな、使い勝手悪いな、っていうのが正直な印象でした。一応ホームページでは、社長自身が運用されている成績っていうのを公開することで運用レポートになっているようです。テオは結構詳しく書かれているタイプでした。ノートと呼ばれるようなアプリ、サービス、こちらの方で定期的にレポートを書いております。こんな風にマンスリーレポートを出しておりまして、それと合わせて YouTube チャンネルの方でもこんな風に動画を出しております。 テオ運用者の方はですね、ぜひご覧になってみてください。実際どんなことが書かれているのか。グローバルポートフォリオとか、インカンポートフォリオ、インフレヘッジポートフォリオと呼ばれるテオの中に構成されている3つの成績、そして累積収益率を公開しながら、合わせて FOMC、アメリカの日銀みたいなところのですね、政策、そういったところについても触れてます。 ということで、米国の勉強とか世界経済の勉強をちょっと踏み込んでしてみたいっていう人にとっては、このマンスリーレポート分かりやすい勉強になるものだと思います。そして最後に SBI ラップ。さっきも紹介したマンスリーレポートなんですけれども、ここは分かりやすく他社と比べてどんな感じなのかっていうのが書かれております。あとは、これは他社も載ってたりするんですけれども、SBI ラップを構成している各アセットの騰落率とか一目で分かりやすく紹介されております。 レポートの公開も結構早くて、月初からのご営業日ぐらいで公開されている傾向があります。日本株式、米国、欧州、中国。こういったところについて簡単にまとめられてまして、最後にですね、運用会社からのメッセージが出ております。3つとも見てみて、まあ僕自身のレベルで言うなら SBI ラップぐらいがちょうどいいかなと。テオはちょっと詳しすぎるんで、まあ個別株頑張りたいっていう人。そういう人が勉強で読むぐらいにはちょうどいいと思います。そして、セミナー状況。 外部にどんどん情報を発信していく会社、透明性のある会社っていうのは魅力だと思ってまして、デルスナビはいろんなライブ配信してます。コロナ前まではリアルでよく開催されて僕も一回行ったことがあるんですけども、これから始めたい人向けと、サービス利用中の人向けのですね、セミナーっていうのも定期的に行われております。ペオについてはそこまで頻繁にされてるわけではないんですけども、こんな風に YouTube ライブセミナーも過去にされておりました。そして SBI ラップです。 SBI ラップは登場して間もないんですけれども、こんな風に、オリオの社長と、このセミナーだと SBI アセットマネジメントの代表取締りとコラボして、組み合わせ術みたいな感じでですね、セミナーされてました。ロボワード1本っていう人は少ないと思います。そういった意味では、こういったですね、コラボレーション企画の方が、実際投資家自身にとっても参考になるんじゃないかなと思います。ちなみに、SBI ラップについては僕も過去に動画ちょっと出してまして、 サービスの基本情報、SBI ラップの AI がどんな風にすごいのかっていうのを解説してますんで、ご興味のある方、ぜひご覧になってみてください。まあ、こんなところからですね、総合評価、簡単に言っちゃうと、これはバックテストとかシミュレーション、そしてリアルな成績を比べての結果としては、SBI ラップとかウェルスナビの方がテオに比べるとちょっといいかなと思ってます。そして使いやすさ。これはですね、ウェルスナビがかなり優秀だと思ってます。 ただ、始めやすさは圧倒的に SBI ラップ。SBI 証券にログインしてポチポチっとするだけで簡単にスタートできました。一方で、どういう人向きかっていうところについては、勉強したい人っていうのはさっきのマンスリーレポートにもあるように手を。ポートフォリオもちょっとですね、いろんな ETF があるんで、一つの勉強にはいいと思います。そして、守りを重視したい人っていう意味では、ウェルスナビ。 これはリスク許容度に応じてですね、投資戦略をいろいろいじれるんで、特にもう60代ぐらいの方はウェルスナビがいいんじゃないかなと思ってます。一方で、まず結果力、き、30代40代のまだまだ入金力もあっていろんな攻め方してみたいとかっていう方、ここは SBI ラップが向いてるんじゃないかなと思ってます。預かり資産はウェルスナビが圧倒的ですけども、勢いのある SBI ラップ、今後どうなってくるかちょっと楽しみです。 ウェルスナビア SBI ラップの講座解説のリンクは概要欄貼っておきます。よろしければチェックしてみてください。ということで今回は王道3ロボアドバイザーの運用成績やサービスのご紹介を含めた徹底比較でした。それではまた次回の動画で会いましょう。ご清聴ありがとうございました。